ジョンソン軍は、アメリカ合衆国インディアナ州中央部に位置する軍で、ある。州都インディアナポリスと統合市軍を成している、マリオン軍の南に隣接しており、インディアナポリス都市圏に含まれている。人口は139,654人。軍庁所在地は、フランクリン。軍最大の都市は、グリーンウッドである。 特に、マリオン軍との軍境に接するグリーンウッドは20世紀後半以降、インディアナポリスの郊外都市として高い成長を遂げている。アメリカが州国統計局によると、この軍は総面積833.49平方キロメートルである。このうち829.97平方キロメートルが、陸地で3.52平方キロメートルが水域である。 総面積の0.42%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この群は人口115,209人、42,434世帯、及び31,613家族が暮らしている。人口密度は139平方キロメートルである。54? 平方キロメートルの平均的な密度に45,095件の住居が立っている。この軍の人種的構成は白人97.04%、アフリカン・アメリカン0.79%、先住民0.18%、アジア0.84%、太平洋諸島系0.03%、その他の人種0.48%、及び 根結0.65%である。人口の1.38%がヒスパニック、またはラテン系である。この郡内の住民は27.20%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が8.70%、25歳以上44歳以下が30.80%、45歳以上64歳以下が22.30%、 および65歳以上が11.00%にわたっている。中央値年齢は35歳である。女性100人ごとに対して男性は96.00人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は92.80人である。 この軍の世帯ごとの平均的な収入は52,693ベードルであり、家族ごとの平均的な収入は6 5 7 7 1ベードルである。男性は42,272ベードルに対して、女性は28,181ベードルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は22,976ベードルである。人口の5.60%及び、 家族の3.30%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の5.70%よび65歳以上の7.70%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。